ガチャ、サミさん、英文法の時間がやってまいりました。本日の問題はこちら。10秒間でお願いいたします。さあ、正解は、まあ、なんか A か C ではなかろうかっていう感じでしょうかね。でもこれ分かりましたかね。私これ一番最初に読んだ時、まあ、解こうとした時ですね。まあ、空襲の右側でございますが、私はその本を読んだ時。で、空襲の左側、私はめちゃめちゃ点点点。で、選択肢眺めてみると、なんか電気っぽいんですよね。電気関係が多いな。ってことは私はその本を読んだ時、なんか多分体に衝撃が走った、電気が走ったんではなかろうか、まあ、そんな風に感じました。ですから電気、衝撃が走る、あ、衝撃ということはエキサイトに近いんじゃないかということでピンときたのがこれでございます。皆さん、エキサイト、感情を示す分子、こういう文法項目ありましたね。で、皆さん、エキサイト、まあ、もちろんサプライズでもいいんですが、感情を示す分子を見たら注目するところが決まってましたね。そうです、主語でしたね。で、その主語が2パターンあったかと思います。感情の原因と感情を抱く人で、主語が感情の原因の場合は現在分子で、一方感情を抱く人間が主語の場合は過去分子で、今回空詞の左側、主語はどうなってるかなと思ってみると感情を抱く人間でしたね。ですから過去分子が OK。 そうです、正解は A という感じで、皆さん、サプライズとかエキサイト、まあ、このあたりの表現を使うのは有名かと思いますが、まあ、選択肢の A、まあ、なかなか見かけないですよね。ですので今後流行するかもしれないというところで、皆さん押さえといていただけると OK です。では画面を書き換えますね。さあ、復習しやすいような画面に書き換えました。スクリーンショットする方はどうぞ。で、あとは画面の右側ですね。皆さんの指などで隠していただいて、で、丸1番から丸6番、そこに入る語句をスラスラ言えるよう活用なさっていただけますと幸いです。ということで、チャンネル登録もよろしくお願いします。